どうもお疲れ様です。2月15日朝6時の相場解説になります。全体像なんですけども、この日足ってのはこういう風に下落が始まって、そしてここでですね、転換を迎えるレンジに入り、そして上昇に転じていったということなのかなと思います。で、現在133円の110っていうね、いわくつきのこの価格に戻ってきたっていうところがここなんではないかなってところですよね。まあ今後もですね、基本的にはこういうふうに円安の方向に向かっていくんではなかろうかと、134円、135円の方に行くんではなかろうかというふうに考えることができます。もっともっとね、円高の方向に触れるために128円とか127円をこう考えてた時期もありますけども、その考えをやっぱりね、パッと切り替えないといつまで経ってもね、いやいや今に下落が始まるはずだみたいな感じでおかしなエントリーになってきますので、用心したいと思います。日足を見ているとやっぱりね、若干下髭の方が大きくなっているというふうに思いますし、陰線よりも陽線の方がね、力強く大きいのが何個も出ていることがわかると思います。さあ次は4時間です。4時間を見てみますと、こちらの方をね、超えていったことがわかりますね。ここの水準を抜けていったということがわかります。ですね、今後これからもね、右肩上がりが進むんではなかろうかっていうところですね。まあ、本当にいろんなドラマがここまでもありましたよね。なんとなく感慨深いものがあります。なんか思い出すことがいっぱいあります。こんなね、陰線と陽線のロース菓子のよくわかんない模様なんですけども、なんかこの辺りで思い出すこと、この辺りで思い出すこと結構ね、なんか目に浮かびますよ。はい、じゃあ1時間を見ていきましょう。昨日は CPI の発表があって、これがね、予想よりも大きくぶれたんで、このファンダメンタルがドカーンと突き上げて上の方に行っちゃったっていうのがあります。それでこちらのレンジもまあ超えていったかなってところですよね。このレンジを破って下落が始まり、この N 字を書くようにね、繰り返していって、さらなる N 字を書くかなと思ったら、まあそうはならずに下からの突き上げで、現在が一気にね、ここまでの価格になってしまったという、ですので、ここでレンジを陰線陽線と作っていたものを全部ぶち抜いていっちゃいましたんでね、かなりの力強い、陽線になったと思います。ここから考えることっていうのは、このファンダメンタルの要因をテクニカルに戻すために、半値戻し前年戻しがあるのかなっていうところを一つ捉えていかなくちゃいけません。で、もう一つはレンジの上底と下底がどこに相当するかなってことをいち早く捉えていかなくちゃいけません。とりあえずは今レンジを設定するとなると、実体でこことここってことになりますけども、徐々に修正しながらレンジ内オプションなりブレイクアウト作戦に絞り込んでいこうかと思います。そのために今日もね、午前中しっかりと観察して使っていこうかと思いますんで、皆さんも慎重にことを進めていただきたいかなと思いますね。またね、この下準備をしている間は退屈でことが進んでないような気がしますけども、この下準備をすればするほど、レンジ内オプションにしてもブレイクアウトにしても得る利益っていうのはでかくなりますんで、侮られないようにしてください。だいたい下地作りがもうほとんどですから、ことが起きた時にはもうね、だいたい終了してるってことですからね。今まで何度もそういうことを経験したと思いますけども、はい、それではですね、次回の放送はそうですね、まあ午後1時か2時ぐらいにしようかと思います。じゃあしばらく様子を見ていきましょう。では5、6時間後にまた。